豊洲新市場に建設される予定の観光施設の計画が白紙となった問題です。舛添知事は今日の会見で、計画白紙は非常に残念と述べました。この問題をめぐっては、豊洲新市場の中に建設されるにぎわい施設千客万来の事業予定者が東京都と条件が折り合わず撤退したため、計画が事実上の白紙となりました。苦渋の選択で本当に力不足で、皆さんには本当にご迷惑かけてしまって申し訳ないんですけれども、力不足で断念をこれでできなければという一方的な形ですから、意味は全然ないです。これに対し舛添知事は会見で、なるべく早く新しい事業者を募集する考えを示しました。撤退なさったというのは非常に残念だというふうに思いますが、再公募をして、一刻も早く新しい事業者をこのに頑張っていただきたいというのは今の状況なんで、立派なものを千客万来施設についても整備するという基本は変わっておりません。また知事は、事業者が応募しやすいよう条件を見直す方針で、条件が決まり次第募集をできるだけ早く行いたいとしています。